シリア地形図。ハブール川はシリア北東端の一帯を流域とし、ユーフラテスに流れるハブール川は、ユーフラテス川の大きな支流の一つ。トルコ南東部のマルディン県の丘陵地帯トルアブディン、地方に発し、南へ流れシリア領内に入り乾燥した、ジャズイーラ地方の平原を貫き、支流ジャグジャグ川を合わせ、同国東部のアブセライでユーフラテス川に注ぐ。西に平行して流れる。 水の多いバリフ川とは違い、ハブール川は年のほとんどの時期は、枯れ川となっており水はほとんど流れない。支流には、アウェイジ川、ダラ川、ジルジブ川、ジャグジャグ川、ラッド川、ゼルガン川などがあるが、これらも同様に都市の多くは水が流れていない。これらの支流の多くが流れるハブール川上流域は、北はトルコ南東部の山地、南は、 ジャズイーラの平原の中にそびえ東西方向に走るアブダルアジーズ山地及びシンジャル山地に挟まれた地域でありメソポタミア南部より雨量が多い新石器時代には野生の小麦など穀物の採集が始まり現在はシリアの国倉地帯となっている地域であるこれらの支流はハサカの町の近くで一つに合流しアブダルアジーズ山地とシンジャル山地の間を通って ヒラノブで、ハサカ県を貫いて、デリゾール県のアブセライでユーフラテスに合流する。トルコ南東部には、同盟の川がある。このハブール川は、トルコのシルナ区に発して、イラク領内の座法に入り、トルコシリアイラクの3カ国が接する地点で、チグリス川に合流している。ハサカ南方のテルシエクハマドでのハブール川現在、発見されている中で、 世界最古級の都市であるハモーカルをはじめ、テルハラフ、テルエル・ファハリア、ナガル、セフナ、ウルケシュなど、シリアの最北東部にある、新石器時代に遡る重要な考古学遺跡は、ハブール川とその支流の流域に散在している。この周辺は野生の小麦などの採集が始まった地で、あり、後に小麦は、レバントで人為的に栽培されるようになり、メソポタミア南部で、 考え農業により大量に生産されるようになった。北メソポタミアとシリアで、紀元前2000年期前半の遺跡から見つかっている、彩色陶器は、この川の名を取りハブール川らけと呼ばれる。この土器を作った、フルリ人は、ハブール川流域を拠点として、国家を築き、中でも未完に王国は、紀元前1500年代から、紀元前1300年代にかけて、 オリエント世界に強国として君臨した。古代の記録には、ハブール川は、カボラス川として登場する。旧約聖書の、列王記や、歴代史家では、アッシリアの王ティグラトピレセル三世が、ヨルダン川東岸で捉えたイスラエル王国の民の一部を、補修としてハブール川流域へ移住させたことが、書かれている。祭祀で預言者のエゼキエルは、カルデアの地の、 ケバル川のほとりで補修の民の間にいた頃、天が明けて、神の幻を見たという。このケバル川は、ハブール川ともされてきたが、バビロニアのニップル市付近の考え用運河であり、ハブール川とは別と考えられている。列王期は、アッシリアのシャルマネセル五世によって、サマリアから連行されたイスラエル王国の補修が、ハブール川流域の五山に移住させられたことについても、触れている。 1960年代に始まったハブール川計画では多くのダムや灌漑用運河が作られたが一方で丘の水没なども懸念されたため発掘が進められた現在ハブール川やその支流の上流域は1万6000平方キロメートルに及ぶ肥沃な農村地帯になっており特にシリアにおいては主要な小麦生産地帯ともなっている またハブール川流域北東部のカーミシュリー付近はシリアの石油生産の中心地でもある。ありがとうございます。